マクドネルダグラス DC-9 に搭載 JT8、d 9 a j t 8 d は、フラットホイットニーがボーイング727に、合わせて1964年に投入した、低バイパス比のターボファンエンジンである。A-4 スカイホーク、A-6 イントルーダー、EA-6B プラウラーに搭載されていた、フラットホイットニー J52 ターボジェットエンジンの、 改良版である。二軸式軸流前方、ターボファンエンジンである。外側の軸は、単段の高圧タービンからの駆動で7段の高圧圧縮機を回転させ、内側の軸は、後方の3段の低圧タービンから、前方の6段の低圧圧縮機を回転させる。前方最初の2段は、ファンのバイパス流である。ターボファンエンジンの排気は、バイパス流と混合されるため、 純粋なターボジェットエンジンと比較して騒音は静粛になる。それでも JT8D は低バイパス比のため依然騒音は大きい。これは意図してバイパス比を低くしたのではなくターボファンエンジンの早々機における技術的限界によるものである。その後に登場した JT8D-209 は JT8D-9 のコアエンジンの主要部分である高圧圧縮機。 燃焼室、高圧タービンを流用しつつ、前方ファンを新設計の大型ファンとして、バイパス比を高めたもので、騒音低減とともに、水力増加と燃料消費率の改善を図ったものである。JT8D は、水力12,250から2万1000ポンドまで、幅広くラインアップされており、ボーイング727、737、DC-9 に搭載された。 350社で運用され、総運転時間は15億時間にも及び、早々期のターボファンエンジンでは、比類なき製造数を誇る。ありがとうございます。